ちょっと飲みすぎたな。この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りします。もう危ないじゃないの。ちゃんとあげるからいたずらしないで。今度は誰？僕だよ、リディア。エドが。ずいぶん個性的な味なんだね。それは妖精たちのために焼いたものだから、あなたの口には合わないと思うわ。カモミールをたくさん入れたから。やっぱり婚約指輪してくれないの？私はあなたの婚約者じゃないわ。し、そんなこと言ったらあの馬に聞こえるよ。ケルピーならきっとスコットランドに帰って。呼んだか、リディア。伯爵が鬱陶しくなったらいつでも俺が食ってやるぞ。あなた諦めたんじゃなかったの？待つとは言ったが諦めるとは言ってない。やれやれ、とんだ奇弁だな。僕の婚約者に気安く話しかけないでくれないか。リディアから離れろ、悪党。不思議ね、この指輪を見ていると穏やかな気持ちになるわ。なかなか響きが合うようですな。輝きも増しておる。安心しました。あなた、こぶらない？はい、ムーンストーンの管理人をやっております。おお、元気だったか。よかったな、お妃様が見つかって。このムーンストーンは青騎士伯爵からお妃様に贈られるもの。こいつが満足そうにしてるってことは、あなたがお妃様でございましょう。これにはそんな言い伝えがあるの？ええ、最初の青騎士伯爵のお妃、グエンドレン様のムーンストーンです。あのね、なんていうか、この指輪は預かっているだけで、その、私はお妃なんかじゃ。おお、これでぴったりになりましたな。抜けない。落とすといけませんからな。ちょっと外してちょうだい。外せるのは伯爵だけです。
他の男性の前で外す必要はありませんからな。なんですって。リディア、やっと指輪をつけてくれる気になったんだね。私の話聞いてた？うん、コブラナイっていう妖精がはめたんだろ。で、僕にしか外せないって。正しい妖精だ。他の男の前で婚約指輪を外すなんて、不貞を誘うようなものだからね。私たちの婚約は、私とあなたが人間界に戻ってくるための口実だったはずよ。そんなの無効よ。君が婚約を認めてくれれば、全ての問題が解決する。勝手なこと言わないで。お妃様は伯爵に何かご不満があるのですかな。妃じゃないってば。お初にお目にかかります、青騎士伯爵。君がグエンドレンの指輪の管理に。声は聞こえるけど、僕には君の姿が見えないんだ。おお、これでいかがです、伯爵。ご挨拶ついでに申し上げますと、私が思うにお嬢様への待遇がよくありませんな。かつて青騎士卿が妖精の姫君を扱ったようになさるべきです。なるほど。お嬢様は何ですな、質素すぎます。これでもかというくらい特別に扱わなければなりません。そうしよう。おかげでリディアを婚約者としてお披露目できる。ニコ、君も清掃しておいで。本当か？お披露目って。旦那様、あらかたの用意は整いました。あとはリディアさんのドレスをお選びいただきませんと。ああ、そうだな。さあリディア。お嬢様は愛されておいでですな。もちろん、僕の妖精はこのままでも十分可愛らしいけどね。さあお嬢様、行きますわよ。どうしました、リディアさん。いいね、レイブ。リディアをご婦人方の詮索から守るのが今夜のお前の仕事だ。かしこまりました、マイロード。大丈夫、よく似合うよ。私よりよっぽど綺麗よ、レイブ。嫌なことは嫌だってたまには言った方がいいと思うぞ。嫌がってもらわないとね、ニコ。僕より先にリディアの下着姿を見た罪は重いと思わない？ああ、ようこそいらっしゃいました。ポールさん遅いですね。ジミー、お前少し落ち着いたらどうだ。はい。リディア、今夜の君が一番綺麗だ。近いわ、エドガー。リディアの香りだ。クッキーと同じかな。カモミールかしら。君はクッキーよりずっと美味しそうな匂いがするね。妖精の機嫌を取って婚約者だって言いふらすつもりか。ここのところリディアが忙しいのは妖精たちが見物に来るからみたいだし、せっかくだからご招待しようと思ったんだよ。君のための料理もほら、あそこに用意してある。うん、どうせなら焼いてない肉を用意しろっての。食べちゃダメよ、忘れたの。あ、うん、君、男でもいいんだ。
待ちかねたよ、ポール。遅くなりまして、申し訳ありません。実は…君もなかなか隅に置けないな。こんな可愛らしいお嬢さんを泣かせるとは。そんなんじゃありません。本当です。慌てなくても、まさか君が酔っ払って連れ込んだなんて思わないよ。どうしてご存知なんですか？分かった。僕に任せてくれれば悪いようにはしないよ。は？大丈夫、ポールは真面目な青年だよ。安心したい。でも私のことを知らないとおっしゃるんです。